こんにちは、しおさんでございます。今回はロンバゲのだしパスタハマる料理、一度知るとまた絶対行きたくなるイタリアンのお店を紹介させていただきます。コメスタのだし本店さん。このコメスタのだし本店さんは一度知るとまた絶対行きたくなる、そんな素晴らしいお店だと思いました。このお店、外観から目を引くんですね。スタジオジブリの映画に出てきそうな、その砦を感じる、そんな外観。入る前からめちゃくちゃワクワクします。しばらくずっと眺めていたくなるような、そんな雰囲気がありますね。それくらいに印象的な外観とお店の大きさがありました。雰囲気もめちゃくちゃおしゃれな感じですよね。さらに広い駐車場もありますので、車で安心して訪れることができるんです。こちらに入り口があります。駐車場側からのお店の入り口、こちらを見ているとテラス席も用意されていました。本当おしゃれな雰囲気です。子供のようにワクワクした気持ちになりながら店内に入っていきます。お店の中は開放的でゆったりできる空間になっており、めっちゃ広かったんですね。メニューを見ていきます。1992年にオープンしているそうです。こちらまずアンティパストから見ていきます。このメニューもめっちゃいい感じで、食べてみたい、そう感じる作りになっており、めっちゃいいなと思いました。最初はそれほど食べる気もなかったんですが、見ているとあれも食べたい、これも食べたいになって、かなりいろいろ食べちゃいました。ピザもかなり種類がありますね。そしてパスタ、今回一番感動したこのパスタ、ほんと美味しいんですね。一番最後の方で出ていますので、ぜひご覧ください。このお選びパスタ、さらにお選びピッツァということで、パスタとピッツァは絶対食べたい一品だと思いました。それくらいに美味しいんですね。さらに見ていきます。すると肉料理もありました。ステーキをはじめ、タリアータ、もろみステーキ、いろいろあります。そしてロンバゲ、これも感動したんです。期待を超える長さ、これがすごいんですね。これも途中で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてチーズ系のメニュー、さらにご飯系のメニューということで、いろいろあります。ドルチェも用意されていました。見ているだけでも飽きない、そんなメニューになっています。コース料理も用意されていました。このコース料理も含めて、集団でパーティーのような感じで利用するのもめちゃくちゃおすすめだと思いました。注文を終えて待っていると一品ずつ登場してきます。まず最初に登場したのは、おすすめ鮮魚のカルパッチョ。この日はスズキでした。このスズキのカルパッチョがめちゃくちゃ美味しかったんですね。見ていただくと分かりますように、かなりたっぷりスズキが使われています。そしてミョウガと大葉、これがいいアクセントだと思いました。早速いただいていくと、スズキそのものの美味しさ、そしてタレのうまさ、これがたまりません。そこにミョウガと大葉のその風味がめちゃくちゃいいバランスであるんですね。絶妙な味わい、その仕上がりにあっという間にカルパッチョはなくなっていきました。このカルパッチョはまず食べたい、そう感じた一品だと思います。そしてコメスタのシーザーサラダが登場。このコメスタのシーザーサラダも、見ていただくと分かりますように、めちゃくちゃ具沢山ですよね。チーズもめちゃくちゃたっぷりです。もうほんと魅力的なものが見ているだけでも伝わってきました。早速いただいていくと、具沢山で様々な食材の味わいと食感を一緒に楽しむことができる、その美味しさに大満足で、こちらもあっという間になくなりました。さらに生ハムが登場。この生ハムについてもめちゃくちゃ満足だったんですね。めっちゃ大きいですよね。一皿に4枚の生ハムでも、1枚1枚が大きめのカットになっているので、4枚以上に見えるんですね。見た目から美味しさが伝わってくる、そんな魅力的な生ハム、こちらをいただいていくと、塩味がいい感じでうまい、その仕上がりにあると思いました。何よりも食べ応えがあります。
こちらもおかわりしたくなる美味しさがあり、あっという間になくなりました。そこに登場したのがロンバゲです。このロンバゲどれぐらい長いのか見てください。まだまだ登っていきます。まだまだ登る、まだまだ登るということで、めちゃくちゃ長かったんですね。期待をはるかに超える、そんな長さのロングバケット、ロンバゲ。改めて上から見ていきます。風味が素晴らしくて、見ているだけでもうまさが伝わってきました。上からもう一度下に降りていきますが、ほんと長いんです。期待をはるかに超える長さがある。名前を本当に超えています。名前から惹かれましたが、本当素晴らしいと思いました。なんとかして全体を収めようとしますが、全体を収めるのが難しいくらい長かったんですね。そして早速いただくと、その美味しさにまためちゃくちゃ満足だったんですね。めちゃくちゃうまかったんです。バケットそのものの美味しさ、それに加えてこのトマトソース、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。トマトソースの味わいがたまらないということで、家族4人でこちらもあっという間に食べちゃいました。癖になる味わいと食感のロンバゲ、こちらも絶対食べたい。そしてこちらを頼むと絶対盛り上がる、そう感じた一品だと思いました。そこに登場したのがコメスタのマルゲリータです。このコメスタのマルゲリータをはじめピザ、このピザもまたコメスタさん美味しかったんですね。釜焼きで生地からこだわりを感じる、そう感じたこのコメスタさんのピザ。まずはマルゲリータからいただいていきます。大きさもあるので少しずつ食べたい、それもまた魅力であると思いました。食べやすいように最初からカットされて登場しているのも、これもまたいいなと思いました。チーズたっぷり、生地からうまい、そのことを感じながらこのマルゲリータをいただいていきました。このマルゲリータは小学4年生の息子が注文、一切れだけもらって、あとはうまいと言いながらペロリとあっという間に食べてしまいました。それくらいに美味しかったんです。そこにコメスタ18番ピッツァが登場。このコメスタ18番ピッツァがまた素晴らしいピッツァだったんですね。見てください、ハーフ&ハーフになっているんです。これはコメスタ19番ピッツァと野田市のピッツァ、この2種類のハーフ&ハーフ、これが楽しめるようになっており、人気1番2番のピッツァを一度に楽しむことができる、それはめちゃくちゃありがたいなと思いました。素晴らしいピッツァですね。メニューが本当に素晴らしいと思いました。こちらは長男が注文していました。野田市のピッツァだけ味見ということでもらいましたが、これがめちゃくちゃうまかったんですね。このもろみの味わい、そしてネギの味わいがめちゃくちゃうまいと思ったんです。一度食べるとハマる、そんなピッツァでした。そこに登場したのが野田市のパスタです。この野田市のパスタがめちゃくちゃうまかったんですね。見てください、このような感じの登場、これ風味から素晴らしいパスタだったんです。もう醤油の町、その野田市のそのもろみを利用したミートソースがたっぷり、ボリュームも素晴らしいですよね。これ普通盛りなんです。普通盛りだけど大盛りぐらいあります。美味しすぎて足りない、そう感じるくらいのボリューム感でもありました。早速いただいていくと、細麺を使用しています。この細麺がめちゃくちゃ美味しかったんですね。茹で加減が絶妙なんです。この絶妙なアルデンテの仕上がりなので、もうパスタの麺自体が美味しい、そこから始まっていきました。そして一口食べてからミートソースを混ぜ混ぜしていきます。混ぜ混ぜしていくと、ミートソースのボリュームもそうですが、パスタの麺そのもののボリューム、その多さにさらに感動しました。ほんとボリュームが素晴らしいんです。そして混ぜ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 していって、早速食べてみると、その美味しさに感動しました。こんなうまいソース初めてだと、そう感じたんですね。
めちゃくちゃ美味しかったんです。醤油のもろみの味わい、これが絶妙に混ざったミートソース、めちゃくちゃ美味しくて、肉とネギと混ざってのうまい独特の味わいであると思いました。一口食べると癖になります。それくらいにうまくてハマる美味しさがあるんです。麺そのものの茹で加減もやっぱり素晴らしいので、このたっぷり入った肉、そしてもろみの味わい、これが本当美味しくて、肉そのもののうまさも本当素晴らしいと思いました。食べるたびに美味しさに感動していきます。一度にたっぷり食べる、これもまた醍醐味であると思いました。こうやって食べるとさらに美味しさが口の中に広がってきます。ほんとたまらない、そんな美味しさを味わっていきました。普通盛りでもほんとボリュームがあります。めちゃくちゃありがたいです。美味しいからこそこのボリュームはめちゃくちゃありがたいんですね。どんどん食べていきます。食べても食べてもまだある、そう思いながらも少しずつ減ってきました。今まで食べたことがない味わい、その醤油のもろみのうまさ、これが本当すごいと思いました。最後の方はより肉のうまみを楽しむことができるようになっています。最後の麺をいただきました。最後の麺をいただいた後も楽しみが待っています。それはこの肉のミートソース、これがめちゃくちゃうまかったんですね。スプーンでたっぷりすくっていただく、最後の最後までうまいです。さらに海鮮もろみクリームパスタ、これもまた美味しかったんですね。これも初めての味わいです。もろみの味わい、これが絶妙に効いていて、このクリームとの相性が抜群なんですね。一口食べると癖になる味わい、こちらもハマってしまうなと思いました。海鮮もたっぷり入っています。その海鮮に対するこだわりも感じました。素晴らしいのは麺の茹で加減、これが本当素晴らしかったんですね。絶妙な仕上がりでソースが生きている、そのことを感じるうまさがありました。おすすめです。家族みんなで大満足、このお店に来てよかったねと言いながら、また行こうねと言いながらお店を後にしました。それでは恒例のコメスタ野田市本店さんはここにありますということで、コメスタ野田市本店さんの場所を追っていきます。場所は千葉県野田市国道16号線から少し入ったところにあります。まず柏インター、この千葉県柏市の柏インターから16号線に降りて野田方面にしばらく進んでいったところ、この国道16号線を左折してすぐのところにお店があります。16号線からすぐなので本当行きやすいと思いました。駐車場も広いので安心して車で訪れることもできます。清水公園や近くの温泉の帰りに立ち寄るのもおすすめだと思いました。16号線から見るとこんな感じです。ほんとスタジオジブリの映画に出てきそうな、そんな雰囲気がありますね。今回コメスタ野田市本店さんでいただいて感じたこと、それは外観から子供のようにワクワクする、そんなお店作りがめちゃくちゃ素敵だなと思いました。知ることができて本当に良かったと感じたお店、それがコメスタ野田市本店さんです。その理由の一つ、それは野田市名産の醤油を生かしたパスタ、これがまずめちゃくちゃ素晴らしいと思ったことです。特に美味しさ、それが本当に素晴らしいです。2種類のパスタをいただきましたが、どちらも一度食べるとハマる、そう感じたパスタでした。パスタだけではなく、このピッツァも同じく言えると思いました。それくらいにこのピッツァも独特で美味しかったんですね。しかも野田市の醤油の強みを生かしている、これが本当魅力です。さらにロンバゲ、これがまたすごかったんですね。このめちゃくちゃ長い、期待を超える長さとうまさ、このロンバゲを含めて全ての料理が期待を超えている、そのことを感じたコメスタ野田市本店さん、ほんと一度知るとまた絶対行きたくなる、誰かに教えたくなる、そんなお店であると思いました。野田市周辺で
うまいイタリアンのお店や夕食ランチを楽しみたい、そんな時にはおすすめなお店であると思い紹介をさせていただきました。コメスタ野田市本店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。